日本の性教育の遅れについてどう思いますか。過去特別支援学校で行われていた性教育が大きな問題になったので、大きな問題になったものを学習指導要領にはないと言って、それが結果で全国的に性教育に対して逆行した印象を受けますが、この事件ご存知ですか。知りませんでした。正しい知識をつけるためには欧米では 3,4 歳から段階を踏みつつ始めるのが一般的らしいですが、日本全体の意識がそこまで追いつくのは一体どのくらいかかるのでしょうか。多分その小学校5年生の時で日本でやった性教育みたいなのは別に 3,4 歳ではやってないと思うんですよね。まあ、僕も別にあの欧米のその、まあ、欧米でアメリカとヨーロッパで全然違いますけど、そこの教育を受けたわけではないんですけど、ただ別にその、あの男の子と女の子がいるよみたいな話をしているというだけで、それはまあ、あの、強いて言えば性教育なんですけど、あの、そういうタイプのその子供を作るための教育っていうのを性教育をしてるわけじゃないと思うので、なんでそこら辺もなんか国とか学校とか文化とか、例えばその、あの、宗教がによって結構違うんですよね。一応フランスはその宗教に関することはやらないということになってるんですけど、でもなんだかんだ言ってそのキリスト教の文化圏だったりするか、あったりして、でじゃあそのイスラム教強いところとかプロセスタントとかによってまた違ったりするんですよね。例えばあの一応その中絶ってダメだよねっていう国だったり州だったりだと、その性教育の時にその中絶というのは一切教えなかったりするんですけど、日本の場合は一応そのなんかあの望まない妊娠、子供ができた時はこうした方がいい、こうする手もありますよ的なのを言ったりするっぽいので、それも全然国とかによって違うんじゃないかなと思います。